リーチです。多分リーチです。こんにちは。なんか今日髪の毛が茶色く見える。なんで光の加減、髪の毛が茶色く見える。こんにちは。うんね、茶色く見えるくない？そんなこと。おはようです。おはよう、おはようか。そうだね、まだ10時だからおはようだ。おはようですね。そうだ、ウェルカムコメントを更新したんですけど、どうですかね、ちゃんと見れてますか？キッチンさん予想通りだって。え、なになに？おはようございます。お疲れエッチです。ん、とどみちさん星様ありがとう。めこさん、リーチーズ研究生から始めますだって。リーチーズ研究生いいですね。いやでも、もうめこさんはもう研究生じゃないと思いますけど、もう昇格してもいいんじゃないでしょうか。みさみさリーチーだって。みさみさん、やっほー。今日もやっぱりリーチーに首ったけだって。しおんさん、いつでもどこでもリーチーズだって。いいね、いいですね。でもなんかさ、髪の毛伸びたくないですか？黒い服着てるからそう見えるのかな。なんか今思った、あれ髪の毛で伸びたかもって。嬉しいです。昨夜はぐっすりリエチでしたって。ぐっすりリエチか。昨日はね、リエはね、カナオのお家に行ってました。多分知ってると思うけど、カナオのお家に行ってましたね。みんなで集まってました。あ、とどみちさん、かき氷ありがとうございます。そうで、カップアイス、カップアイスを集めようと思います。女子会はもう終わったのだって。女子会ね、女子会終わりましたよ。定期的に開いてしまう女子会。昨日はね、いろいろ女子会を開きました。コナンさん、リーチだって。何、ナピちゃん、そうかなってちょっと思ったらって。え、どういうこと？ディエが引いた、あ、ディエが引いたんじゃないや、カナウチにいるかなって。ストマサさん、こんにちは、こんにちは。あ、更新されたってよかった。みなち、今日はたまたまお昼からの仕事やから、朝から大好きなんで入れて元気出るよ。あ、そうなんだ、今日昼からなんだ。ナピちゃん、おはよう。多分リーチです。あ、配信予約のことか。ロンタンさん、リーチに首ったけ、ありがとう。ナビちゃん、今日はお休みだから会いに来た。あ、今日休みなの？そうなのね、ゆっくりしてね。じゃあゆっくり休みましょう。久々、そういえばブログ見たよ、めちゃくちゃ可愛すぎた。あ、ありがとう。そうそう、昨日ブログでした。あ、そうだね、ちょっとテロップ変えますね。ブログのことを書こうかな。ブログ、
そう、ブログね、最後のお話し会のことを書きました。あと、瀬戸内研究施設ツアーのことを書きました。くまりんパパさん、バリバリ会議中ですなんて、大丈夫なんですか？危ない、気をつけてくださいね。佐藤さん、おい、わしら夏休みじゃねえんだぞ。だって、なんでさ、そんなこと言うの？ いいじゃないですか、こんな時間にやったって。のんたんさん、こんにちは。ミールくん初見、嘘つけ。ピンコの海賊さん、多分リーチ。のんたんさん、今日も可愛いです、ありがとう。ギリギリみやちゃんさん、こんにちは、こんにちは。ゆっくりしていってください。猫さん、まだまだリーチーズ研究生ですわって。めっちゃ謙虚じゃないですか、すごい。 めっちゃ謙虚。しまいちさん、かき氷ありがとうございます。インコの神さん、お疲れリーチです。ほうゆうさん、おはようリーチ。 眩しいな。だって本当ですか？全然全然ですよ。で、なんか髪の毛がポワポワしてます、すごく。 リーチおはよう。だっておはよう。アイスレモンさん、ひーちゃんが配信してたからひーちゃんの家かと思ってる。 違うんですよ、カナウのうちに集まって、カナウのうちでひーちゃんを配信しました。 ちょっと複雑。 クルーガーさん、フォローありがとうございます。ゆっくりしてってください。あ、そうだ、プロフもやんないとね。ごめんなさい。ほゆうさん、カップアイスありがとう。昨日ひーちゃんの家で盛り上がってたね。だって、昨日いっぱいいたから盛り上がってましたね。楽しかったです。いっぱいいろんな話しました。 ルパンさん、今日も可愛いの、ありがとう。 本当ですか？ルネコミントさん、こんにちは。ストーチクラスさん、カナウハウスだったんだ。そう、響きハウスじゃなくてね、カナウハウスなんですよ。夢をかき、君なのほんまにのモノマネが流行ってると聞きましたって。 流行ってるってかさ、ヒータンの口癖なんですよね、あれが。もうほんまにって。 めっちゃ、これもね、みんなね、理解してくれると思う、このモノマネ。もうほんまにって。 羽鳥さん、こんにちは。ふうらこさん、フォローありがとうございます。ゆっくりしてってください。ひめらちゃんの首は大丈夫そうだった。だって、ああ、そう、首ね。そうそうそう。ヒーター、その話したんだ。そう、ヒーターね、首ね。ヒーターがね、めっちゃなんかヒーター最近すごく面白くって、なんかその、もし公演中にひめらの首が飛んできたらごめんなとかいきなり言ってきて。 何？って思って。そう、ヒーターなんか最近絶好調なんですよ。そう、カナウハウスでした。ほゆさん、ブログ1秒どころか1000秒みたいになって。 そう、ブログね、1秒に戻したんですよ、結局。大ちゃんさん、リーチに首ったけ。室井さん、多分リーチです。多分かい。私はリーチです。さすがです。キッチンさん、明日の10時半に配信枠入ってるのは把握済みだって。把握済みじゃないです。明日？今日じゃなくって、今日は10時半に入れました。明日入れたっけ？明日まだ配信枠してないと思うんですけど。
もしかして入れてたんかな、私。そうなのかな、入れてたのかな、もしかして気づかないうちに。ちょっと後で確認しておきますね。ペパンさん、早く瀬戸内ツアー行きたいだって。あ、行きたいね。なんかさん、ブログのタイトル好きでしたって。え、嬉しいです、ありがとう。そう、タイトル何にすればいいのか分からなくて、そう、ブログもメールもタイトルってどんなものにすればいいのかが分かってなくて、最初だから試行錯誤。ノンタンさん、かき氷ありがとう。あ、アイスもありがとうございます。久美さん、広島公演しっかり申し込んだって、あ、さすが、ありがとう。そう、広島公演、そう、18人で出るので、ぜひぜひ見に来てほしいです。ゆうなちゃんがハッシュタグゆうなに首ったけのツイートにおこだったって。え、そんな、そんなの、あの、ゆうなに首ったけなんかあるの。え、てかし、え、ゆうなに首ったけ、え、ゆうなはそれどうやって見つけたんだろう。え、普通に石原ゆうなで調べたらゆうなに首ったけがついてたってことかな。え、かわいい。そう、ゆうなってかわいいよね。てかみんなかわいいんだけど、なんか一緒にいるとみんなの可愛さに気づきます。気づきますってか、その内面の可愛さをよく分かってくる。のんたんさん、ソフトクリームありがとうございます。え、昨日のレッスン中とかね、ゆうなが、え、デイジデイジここさーとか言ってきて。可愛い。のんたんさん、ソフトクリームたくさんありがとうございます。食べてもありがとう。グリオさん、こんにちは。デイツのメール取ればそれはもうデイツの正会員ですね。そうですよ、取ってくれてますか、デイツのメールは。のんたんさん、今日もデイツの声で癒されます。あ、嬉しいです。でもよくわからないんですよね、自分の声は。でもみんなが好きって言ってくれるので嬉しいです。バンス、今日はゆっくり見ないんでレッスン勉強頑張ってなって。はい、ありがとうございます、頑張ります。ビンゴの神さん、みんなでオタクの情報交換したのかなだって。え、してないよ。うん、あ、うん。このせいじさん、多分リーチーズ。多分リーチーズ使いやすいです。サッチーがほんまにうまいってユーナンが言ってましたって。え、サッチーのほんまに聞いたことないんだけど、カスミン、え、私逆にカスミンが言ってるのしか聞いたことないです。カスミンがほんまにってやつしか聞いたことない。カスミンはよくあの真似してますね、ヒータンの。そう、ヒータンマジで絶好調なんですよ。ミサミサ、首飛んでくるわ、怖い。そう、いきなりね、そんなこと言い出してさ、何って思って。そう、そう、ヒーターなんかね、面白いんですよ。え、なんかヒーターってこんなに面白かったっけって思った。なんか公演終わったあたりらへんから絶好調な気がします。マルさん、多分ビーチーズ。ケイ君さん、フォローありがとうございます。ゆっくりしてってください。ひめなちゃんの顔が飛んできたら新しい顔って言いながら投げ返せば大丈夫。確かに。
確かにそうね、アンパンマットさん、デイジーに首ったけありがとう。コウタさん、こんにちは、仕事でこっそりみたいな、もしくは何かしてくれると嬉しいです。あ、じゃあコウタさんとのポーズ、クロミポーズ。ナビちゃん、今日じゃなくて明日の10時半に入ってたよ。え、嘘、そうなの？え、じゃあ皆さんよく、え、よく集まこうやってこれ入ってきてくれましたね。ん、ちょっと待って、明日の、あ、そうなんだ、私明日の10時半に約しちゃってたんだ。え、ごめんなさい、嘘です、本当は今日の10時半なんです、ごめんなさい、私間違えてたみたい、ごめんね、みんな違うよ、明日の10時半じゃないです。ごめんなさい、今日の10時半です、私明日にしてたんだ、ごめん、大変失礼いたしました。ごめんね、今日の10時半です、ちょっと明日のやつ消しておきますね、ごめんなさい。あ、ピちゃん、ソフトクリームありがとう。うん、多分今日だろうなって思ったら、だって、あ、本当にありがとうございます、起点を聞かせていただいて。あ、眩しいのはデイじゃなくて窓の光だよ、なんだよ。ヒーちゃんルームで言ったけど広島ツアー申し込んだよ、だって、わー、ありがとう、楽しみにしててくださいね、18人。ナビちゃん、カップアイスありがとう。広島行けないから香川、今日全力応援します、だって、わー、ありがとうございます、もう全然嬉しいです、ありがとう。インガの海賊さん、かき氷たくさんありがとうございます。んの、リーチの血、リーチの血はどこから、え、なんかわかんないけど、高校ってか去年のクラスメイトがみんな大体リーのことリーチって呼ぶんですよ、だからそこから来ました。なんかあんまり2文字であだ名なくって、2文字ってあだ名って限られるじゃないですか、わりかしで、リエあだ名あんまりなかったんですよ、リエっていう子が多かったんですけど、でもですね、高2のとか去年のクラスメイトの子はそう、リエチって呼んでくれる子が多かった、誰がつけたのかが分からないけど、リエチって呼んでくれる子が多かったので、だからそのままリエチにしました。猫さん、ソフトクリームありがとう。ブログコメント来た、うん、コメントしてきて、せん越ながら、あ、ありがとう、ありがたいです。お嬢さん、リエチに首だけありがとう。クックさん、ソフトクリームありがとうございます。ルパンさん、ブログの写真も内容も良かったよって、ありがとうございます、本当ですか。ていちは文章あると思うわ、だって将来楽しみ、本当に、そう、でも文章書くのってさ難しいよね、嫌いじゃないんですけど難しいなと思う。ひかるさん、かすみんと最近会ってますか、だって、全然会ってますよ、昨日もかすみん会いました、レッスンがあればかすみんと会えるので。トーチクラスさん、声も癒しだけど話し方が心地いいだな、話し方か、分かんないね、話し方ってどうな、自分の話し方なんだろうね。マネパパさん、ソフトクリームありがとう。ルースさん、レイジに首ったけ、コウジさん、こんにちは。
マルスさん、昨日の夜の修学旅行感を笑った。え、確かにめっちゃ修学旅行だね、昨日は。そうですよね、修学旅行感あった。 でもあれが楽しいです、結構好き。他の子のお部屋に行きたくなっちゃうんですよね。ナピちゃん、私は毎日本物のリーチ。そうよ、ナピちゃんは本物よ、多分じゃない。アイスレモンさん、ヒータンと仲良くなったのは最初に隣の席に座った時からかな。だって、え、ヒータンと多分仲良くなったのはね、あそこからかな、6周年の時からだと思う。6周年の時に、その控室みたいなところで、そう、なんか机がね4つぐらいあって、そこに4人ずつぐらい座れたんよ。4人、ぐらいずつ座れて、4人3人とかかな、だけど分かんないけど、なんかその時にリエとヒータンとカスミンがね隣だったんですよ。隣同士で、そう、そこでね仲良くなりました。でそれ以降はもうと仲良しです。あ、フォーユーさん、カップアイスありがとうございます。そうなんですよね。声は可愛く、話し方の雰囲気に合わせ、確かにそうなんですよねってよく言うかも。 高橋さん、お疲れ一です。ん、わたる、こんにちは。こんにちは、ヤッホーです。カスミンとヒータンからお土産もらいましたか。だって、え、なんかあれをいただいた、あの金時、金時。アイスレモンさん、クラコン見ましたか。あ、昨日みんなで見ました、クラコン。昨日ね、カナーのお部屋でみんなでクラコン見てました。なんか半分寝そうになりながら。ルパンさん、あれからは褒め言葉しか出んぞ。だって、そう、ルパンさんはね、 D が何しても D のことを好きでいてくれるじゃないですか。帝国さん、お疲れ一です。え、サッチーのそんなに似てるんだ、見てみたい。クロスケさん、こんにちは。ルースさん、うっかり一。 うっかり一、うっかり一でした。 うっかり一でごめんなさい。今日が休みでよかった、確かに。 そうね、確かに明日も10時半にすればさ、嘘ではなくなる。 私でも一日中エアコンつけてるから来月の電気代が怖い。え、私もそうなんですよ、電気代めっちゃ怖いですよね。だから寝るときはせめてタイマーにしようと思ってタイマーにしてるんですけどね、怖いよね。でも暑くてなのか分かんないけど起きちゃうんですよね。起きてそこからまたエアコンつけて、結局ほとんど一日中つけて。ミキハスカさん、初見でした。って、こんにちは、ありがとうございます。こんな時間から、ね、本当にエアコン大変怖い。猫さん、夜勤終わりなのでタイミング良かったですよ。だって、え、寝なよ、眠いでしょ、絶対寝た方がいいよ。でも会社の通知は来ますか。あ、確かにそうよね。いつもオンラインで直視できなくてごめんな。オンラインで見れなかったら直接見たらもうどうしちゃうの。 そう、カップアイスポーズ、わかんない、クマ、ただのクマのポーズ。カップアイスのアイスを真似しようと思ったらただのクマになってた。 ジャッキーさん、カリーチです。コマヌババ、昨日の、昨日じゃないか、一昨日のリーチの配信を
可愛いなって思いながらおいもちゃん見てた。だってそうなんですか、嬉しいんですけど。おいもちゃん見てくれてたんですね。おとといってでどんな配信してたっけ。おとといってアイスのパジャマ着てた配信ですかね。思い出せない。おとといってアイスのパジャマの時かな。恥ずかしい。もっとしっかり、もっとしっかりあのおめかしした時に見ればよかった。もう11時だ。じゃあちょっと巻きますね。巻きますねとか言って、ね、モーニーパパさん、しかも配信でシティーの藤井理恵さんという可愛い子がいるから見に行ってくださいって言ってくれてたじゃんって。嬉しいんですけど。めっちゃすごい優しいですね。そんなに優しいの。そんなに優しい人っているんだ。嬉しい、ありがとうございます。じゃあでもみんな知ってると思うけど、皆さんも今、まあ、ボーロちゃんですよね、確か。ボーロちゃん見に行ってあげてください。ボーロちゃん、お芋ちゃん。すごい嬉しいですね。 SKE さんのオーディションを今受けてるみたいなので、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。わーキチさん3期で一番落ち着いてるのでは。だってそんなことないです全然。誰が一番落ち着いてるんだろう。落ち着きがあるの。落ち着いてる子なんかいるかな。分からん。落ち着いてる子いる3期って。ティーチのファンの皆様で好き配信56番さん配信を見てる人たちがなんか嬉しいです。あでもそうよね、だって夢だったもん、おいもちゃん。あボーロちゃんか。あもう59分だ、早い。じゃあちょっと誕生日見ますね。それでは今日はこれにて終わりにします。13位ミヤティさんありがとうございました。12位ルパンさんありがとうございます。そして11位みさみさんありがとう。10位まーちゃんさんありがとうございます。9位キッチンさんありがとう。そして8位くまのパパさんいつもありがとうございます。7位かずさんありがとう。6位むすめろりーさんありがとうございます。そして5位たかやんさんありがとうございます。4位ゆきメロディーさんありがとうございます。すごい、どうやって見てるの。3位なぴちゃんありがとう。2位とどみちさんありがとうございます。1位はのんたんさんでした。ありがとうございましたね。ありがとう、お疲れ様です。それではまた会いましょう。バイバーイ。